オッケー。オッケー。うん。うん。梅原さん、もうちょっとフォア、こう、バックボレーで待ってる感じあります？今のあのぐらいの感じ。今のは、いや、どっちで待ってるとかないですね。うん。ちょっとこっちが空いてるような感じで見えるんですけど、真ん中フォア側が。そう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 、そこの意識を。え？うまい。ごめんなさい。おおほほほほ、ナイスボレー。前に詰めてる割には打点が後ろですね、林さん。いやいや、今の方はこうやってやってるんですけど、前に詰めたらもっとポイントは前ですね。こうやって今もこうやって詰めてから、ここにこうやってやる癖がある。こうやって、このままこうやっていけば、こうやっていけばいいんです。で、それを今こうやって最後振るじゃないですか。振らない。もうこのまま踏み込むだけ。また振ってますよ、素振りで。それを振っちゃうと、シャンクしちゃう。基本的に多分ちょっと打点が後ろですね。ボレーの。もう少し前がいい。前。その方が多分力が出ると思います。はい。今テイクバック大きいですよね。もっと小さくブロックしないと。小さく。そう。小さく。あれ、引いちゃったところにたまたま来た感じですね。いや、合わせてますか？うん。でもちょっと振り幅があります。もっと小さく。小さく。そう。今のと全然感覚違いますよね、その前のやつは。よりコンパクトですよね。今のすごいいいです。前に。オッケー。たまにこっちだ。素晴らしい。いい動き。これは、めっちゃいいサーブ。どっちかわかんないですよ。はい。お、ナイス。惜しい。コンパクトだから今入りそうです。惜しい。手だけが前で、力が伝わってね、もっと踏み込んで。OK、いい動き。ラスト2でお願いします。前に。惜しい。今のも後ろですね。ラスト。はい。そう。意識的にあそこをフォア結構待ってる感じで取りに行っていいと思います。いつもはそんなにここ待ってる感じじゃなくないですか。やっぱりちょっとストレート系の意識が強い、うん、でもいいんですね。真ん中押さえていく感じで、はい、こっち側にいながらこっちもまあ取りに行くっていうか、ちょっとこう寄りながらこうっていうポジショニングで見せといてっていうのもありますけど、はい、でも例えばじゃああえてこっち側に寄っておいて、でも真ん中に打たせて取りに行くっていう感じ
もうパターンとしてあるんですけど、はい、僕はそこを、あえて多分ここで見えてる感じのところにポジショニングしといて、ここもうある程度打たれたらしょうがないって感じ。だけど、こっちで待ってる感じの方が、ここを取られる感じの方が、最終的に結構追い込まれるんですよ。だからここを抑えておいて、ストレートやられてるうちはもう、まあいいんです。だから様子見て、どういう感じの時に選択して、っていう風な癖だけをデータに入れといて、最後は網にかけるイメージ。